ナホコの伝えるオランダ生活チャンネル皆さんこんにちは。オランダに住むなほこです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。私自身はオランダに住んで6年目となります。当時を振り返った時に移住した理由を大切にしたことがとても良かったなと思っています。今でも役に立っています。 そこで私が思う移住理由を大切にしてよかったなと思うことを2つ紹介したいと思います私自身は現在の夫と暮らすためにオランダに来ましたこの移住理由が役に立ったなと思うことが2つありますで1つ目が準備の時です移住理由はさまざまだと思うのですが このモチベーションを持って準備することでいろんなことが分かったり実際に移住するための行動につながると思います私の場合はパートナービザというビザを取得するために方法ですとか日本で何を準備すればいいのかを調べました実際に書類を受け取ってオランダにも来ました 中には学校ですとか、住む場所、その国の習慣や文化など、調べることは様々だと思いますが、移住理由である、自分の意識があるからこそ、その行動ができると思います。移住理由が役に立ったなぁと思う二つ目は、移住してからの行動意識です。私自身がオランダに来てから、当時付き合っていた、 夫と生活することでどうしてオランダに来たのかと思うことがただありましたそれは楽しいことだけではなくて大変なことや現地で驚くことも多かったからですその時に移住理由を振り返ることそして意識することでよりモチベーションになったり自分自身で行動していこうという気持ちになれました もちろん暮らしている中でやりたいことが見つかったり方向転換をするなど必ずしも最初の移住理由が継続しているわけではないとは思いますただ最初のモチベーションがあってこその行動が現地で暮らすきっかけにもなっていて私の場合は現在でも、えー、最初の移住理由を大切にしていますここまでは、 私が移住理由が役に立ったなぁと思うこと2つを紹介しました。ここからは私が移住した後に思ったことを少し話します。私自身は移住する前自分の移住理由が本当に移住理由になるのかを悩んでいました。現在の夫と生活したいという理由だけで移住ができるのかと不安に思ってたからです。 ただ実際、その不安をちょっとストップさせ、えー、自分で行動してビザを取得し、現在まで生活する中で、いろんな意識が変わってきました。まあ、意識が変わったきっかけは、オランダに住む様々な方と出会って、日本に関わらず、世界中からオランダに移住している方を知ったからです。同じビザで住んでいる方々でも、現地での生活は様々で、 何が正解っていうものはありません。もちろんビザを取得できるということはそのビザの条件に合っているということなのでご自身が取得されたいビザの準備をする必要はあります。そして移住理由もそのビザに関連した理由となる場合も多いかと思いますただえ移住理由というのはそのビザの条件だけではなくて 個々人が持ってその意識によって行動できることだと思っていますまあだからこそ私自身は現在の夫と一緒に暮らすこと以外にもいくつか目標を持ってオランダに来ました、まあ、その一つは25年間オランダに住むことですまあこの理由は日本に暮らしていたのが25年だったからですまあこういった単純ではあるんですけど 意識を持ってオランダに来たことで今でも楽しいことを意識して暮らしているなと思いますまあ個人での移住理由は様々で一つという方もいれば複数の方もいると思います、まあ、その中でもし移住理由が変わった時にその国から違う国に行かれる方そして帰国される方も 一つの選択肢だと思います。今回の動画では私が思う移住理由を大切にして役に立ったこと二つ、そして移住をしてから思ったことについてお話しました。私の考えは一個人的な考えなので、必ずしも移住理由が絶対的なものではありません。ただ、 もしその移住理由が準備の段階、そして移住してからのモチベーションになっていただけたら幸いです。私自身は移住理由を今でもモチベーションの一つとしています。この動画ではオランダ生活を通して私の経験したことをシェアしています。もしオランダ生活が気になる方、この動画を気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。 ではまた次の動画でお会いしましょう。